湘南シーサイドカントリークラブは、神奈川県茅ヶ崎市中島に広がるゴルフ場である。湘南シーサイドカントリークラブは、1964年、神奈川県平塚市の平田達夫が、神奈川県茅ヶ崎市中島で、ゴルフ練習場、湘南シーサイド練習場を開業したことに始まる。ゴルフ練習場は、国道134号線の相模川に架か,かる湘南大橋の下に作られた。 昭和39年、アジア初の1964年東京オリンピックが開催され、相模川河川敷の砂や砂利の乱掘りが盛んに行われ、その後は放置されていた。平田達夫は相模川河川敷を買い上げ、18ホールのゴルフ場を開場することが夢だった。1967年11月19日、コース設計は平田達夫自身と 小野光一の共同で行い、地元出身の河野健建造のテープカットで、湘南シーサイドカントリークラブ9ホールが仮開場した。1969年7月25日、18ホールのゴルフ場が開場された。1970年、コースの10番、11番、12番ホール、クラブハウス、駐車場など、神奈川県から接種命令が出た。 下水道終末処理場用地に決定された。県との交渉、大体地の決定、コースの組み替え工事などが進められた。1984年11月、県の相模原流域下水道左岸処理場の建設工事が完成した。1985年2月1日、すべての問題を解決し、新しい1番、8番、9番ホール、クラブハウスがオープンした。 湘南シーサイドカントリークラブは、相模川川口に立地するシーサイドコースで、松林がコースをセパレートし何度も高い。コース面積は広くないが、全体的にフラットなコースである。郵便番号253-0073神奈川県、茅ヶ崎市中島1567番地。ありがとうございます。